間違えた。また始まった忘れんぼ、手帳の隅っこだってカレンダーにだって丸しておいたのに、今日がと間違えた、わかりですか、謝っても許さないんだからね。どこにでもあるような、どこにもないような幸せ探しはまた始まったばっか。楽しみにしてたプリンだって君に食べられるために生まれたわけじゃなかったのにな。それちょっとだけちょうだい、ねえ一口だけちょうだいなんて、あまりにも都合が良すぎじゃないの。飽きちゃったらいらない、残しちゃったらごめんなさいって、君のせいかしら。やべ、パソコンが重たいよ、みんなコメントが止まってる。全体あたくしのことをどれくらい愛してるって言葉じゃなくて形で欲しいのです。今日が何の日か忘れですか、でも誕生日なんていうのもちょっと尺ね、もう嫌い。やべえやべえ、なんか音割れてね、ちょっと下げるか、音気持ち下げよう、なんか割れてる気が、大丈夫。結婚するとかしないとか、子供は何に欲しいとか、幸せ家族計画を掲げる前にタバコやお酒は控えるとか、明日から真面目にやるとか、ダラダラ続いてる。じゃ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 、それちょっとだけちょうだい、ねえ一口だけちょうだいなんて、あまりにも都合が良すぎじゃない、飽きちゃったらいらない、残しちゃったらごめんなさいって、君のせいかし、ちょっとだけちょうだい、もう一口だけちょうだいなんて、甘え上手って罪なんじゃないの、ちょっとだけちょうだい、ねえできたら全部ちょうだいなんて、君のせいかしら、私のせいかしら、やっぱ君のせいかしら。パソコン頑張れ。ララ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 ラ、おしまい。